東京マーケットワイド、この時間スタジオにはゲストをお迎えしました。東京証券取引所上場推進部長、横田正幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も横田さんにはこの、投資家の間で小売回り商品、とても人気の高い、リート、J リートに関しましてお話を詳しくお伺いしたいと思いますが、まず3月末ですので、今年度を振り返って、J リート市場の動向はいかがだったでしょうか。2016年度のこう振り返りということで、2016年J リート市場もそういう意味では、比較的こう順調にこの1年間迎えられたかなと思っております。はい、特徴的にはですね、J リートの新規上場がですね、今年もある程度の水準で、登場してきたという点と、やはりこう J リートに関しましてもこう投資対象がこう拡充してきたといった点がございます。はい、もう少しちょっと細かくお話をいたしますと、2016年度は J リート7銘柄が新規上場しております。2014年にも7銘柄で、昨年は少し減りまして4銘柄でございますけれども、今年度も終わりでございますけれども、盛り返しました7銘柄が新規上場しております。はい、で、その投資対象の拡充に関してはですね、実は今e コマースなんかのこう拡大で、この物流施設が非常に人気でございますけれども、この物流施設に投資をする J リート、あとこう変わったところでですね、こう温泉を持っているような日本旅館ですね、こういったものに投資するようなリートで、あとインバウンドこう需要をうまく捉まえたですね、こうホテルに投資するようなリート、あと地方都市なんかにも不動産の市況のいい風が波及してきてまいりましたので、地方都市などに存在する不動産に投資をする、こういった J リートが登場してきているところでございます。全く新しい顔ぶれということになりますよね。そうですね、新しく、あと各国からも投資がついておりますけれども、ここで結構加速してきているような感じもいたします。全体トータルでもう60本近い銘柄が、そうですね、58銘柄になっておりまして、投資者の選択肢も拡充ということで、投資される投資家の皆様にとってみるとですね、一口、5万円からですね、大きいところでいきますと60万円台ございますけれども、非常にこういろいろ投資しやすいようなですね、単位で出てきているのと合わせて、利回りも 3% を切るような水準のものから 8% を超えるようなものもございますので、いろいろ選択肢、投資家の方にとってみると、かなり選択肢としては広がっているかなというような状況でございます。新しい顔ぶれといえば今日、3月29日水曜日ですが、またこの新顔というんですか、インフラファンドが新規上場するんですね。この上場インフラファンド市場もですね、市場開設自体は一昨年でございますけれども、1号銘柄の上場がちょうど2016年度でございまして、本日今ご紹介いただきました、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人、こちらが新規上場しまして銘柄3銘柄になります。仕組みはJリートと全く同じでございまして、ただ投資対象が、インフラ施設、特に再生可能エネルギー発電設備で、その中でも太陽光の発電設備に投資する、こういったファンドも登場してきておりまして、利回りも 6% 程度ということで、非常にこう投資対象としては魅力的な商品ではないかというふうに思っているところでございます。大変高利回りということになりますよね。でそのリート市場の全体の動きがこちらにございます。こちらのデータでございますけれども、2016年初来のですね、インデックスの推移でございます。で赤い太い線がですね、Jリートのインデックスで、東証リート指数でございます。で緑色がトピックス、で少し青い紫色がかかっているものが日経平均でございます。でこちらをちょっと見ていただきますと、年初から見ていきますと、ほぼ1年間、どのインデックスも、大体同じぐらいの水準で数パーセント 1-2% 上がったところということでございますけれども、動き自体をちょっと比較して見ていただきますと、赤い、リート指数に関しましては、結構その、ある程度のボックス圏の中で、推移をしているかなと
株トピックス日経平均と比べるとですね、まあ、これはこういった J リートのようなインカム商品は値段が下がると利回りが上がって買いが入って、値段が上がると利回りが下がってまあ売りという、 こう利回り商品典型的な動きがこの1年間も見せてこれたのかなというふうに思っております。こう大きくストーンと下がる、これが去年のブレグジット、そうですね、ブレグジットでございますね。でここがトランプ大統領誕生のところ で、はい、まあ、この辺りでギクシャクしましたが、はい、ずいぶんここに来て安定してきているということになりますね。安定してきた動きかと思います、はい、グラフで言いますともう一つあります、はい、もう一つこちらはですね、はい、J リートのですね市場、開設以来の、利回りの動きでございます、うんうん、もう少しご説明いたしますと、青い紫色の線が J リートの市場平均の分配金利回りでございます、はい、で、緑色の下にちょっとこう下の方にあるグラフがですね10年国債の利回りでございます、うん、まあ、この J リートの平均分配利回りと国債の利回りを比較してどのくらい国債利回りを上回っているのか、それを表した、いわゆるイールドスプレッドと呼ばれるものが赤い太い線でございます。これ引き算したものですね。そうですね、はい、まあ、投資家の皆様は多分こちらのイールドスプレッドを見ながら多分投資の判断をされているかというふうに思っておりまして、うん、こちら見ていただきますと足元大体 3.6% ぐらいの水準でございます。日本は非常に今、政策的に金利非常に低い状況で推移しておりますので、いわゆるまあリートの利回りそのものが、このイールドスプレッドになっているような状況でございます。なるほど。これ多少ギクシャクしますが、はい、数勢的に何となくここに来てこう下がってきているのは、はい、やはり国債利回りが下がったので利回りの高いリート人気が高まったと、ね、はい、人気が高まっているということになるんですか。足元ここ 1,2 年のところだけを見ていただきますとちょうど金利の動きと、はい、このイールドスプレッドリート の、 利回り の、 分配金利回りの動きがちょうどこう逆相関している感じに反対になってますね、はい、なので金利の影響が非常に大きかったのではないかというふうに思っております。分かりました。そしてでは、今後の、まあ、ポイントということになりますね。はい、はい、2017年度も来週から新しい年度が始まりますけれども、この J リート、またインフラファンドもそうでございますけれども、いくつか注目しておかなきゃいけないポイントがあろうかと思っております、はい、ここでは2つ用意をさせていただいておりまして、1つは金利環境、金融政策の動向と、うん、で米国のやはりこう追加利上げ、こちらに関してはやはり利回り商品ということで、この動向が非常にこう関心を持って見ていかなきゃいけないポイントだと思っております、うんうんうん、で赤字でちょっと書いておりますけど、一つはJリートの分配利回り、これが、利上げの状況によって、その相対的な魅力が高まるのか、魅力が少し失われてしまうのか、この点は重要なポイントだと思いますし、J リートも、不動産を投資するにあたっては銀行からお金を借り入れておりますので、金利が上昇することによってその調達コスト、まあ、そういったものが影響を受ける可能性ありますので、やはりこの、まあ、米国の、まあ、追加利上げの動向というのはしっかり見ておく必要があるのではないかというふうに思っているところでございます、はい。まあ、この最近あまり聞かなくなりましたが、少しほんの少し前に、はい、かなりこのリート市場に対して弱気の論調というのが出てきましたが、はいはい、まさにそれがこの点ですね。そうですね、はい、まあ、金利が上昇してもですね、例えば賃料が相当上がっていけばですね、実際金の上昇を相殺されることになりますので、やはりそのインフレを伴う金利のこう上昇であればそれほど心配する必要はないとは思っているんですけれども、うん、あまりインフレが伴わず、いわゆる賃料が上がらず金利だけ上がるとですね、はい、その瞬間風速的にですねリートにはちょっとアゲンストの風になるのではないかというふうに思っているところでございます、うん、アメリカが利上げするので、金利、はい、高金利を謳う商品の魅力が低下する。そうですね、で、まあ、リートが、まあ、その最たる例だと言われました。で現にアメリカは利上げしてはいるんですが、はい、あんまり先ほどから見てますがリート指数下がりませんし、はい、リートの利回りも安定してますね、はい、まあ、そういうところがまずポイントであると、はい、もう一つあります、この不動産市況そのものの動きですね、はいはい、やはり投資対象が不動産でございますので、この市況もしっかり見る必要があるのではないかと。で不動産のですねファンダメンタルズ自体はですね緩やかに、まあ、改善をしております。オフィスビルの空室率の低下とかですね、賃料の、まあ、緩やかな上昇、あと、まあ、3月の21日に公表されました公示地価、こちらでございますけれども、
まあ、心配していた住宅地もですね、昨年に比べて 0.02% の上昇、まあ、ほぼほぼ横ばいでございますけど、一応プラスに変わっていったということで、9年ぶりに上がったということですかね。そうですね、はい、非常にこう不動産市況についてはですね、今順調にこう改善が続いていて、これがまあリートの収益への貢献につながっていく可能性があるかと思っております。こちらもまた悪い話ばかりして恐縮なんですが、ずいぶん日本でももうミニバブル的な予想になってきてるんじゃないかなんていうふうにも言われてますよね。はい、不動産の、いわゆる需給に関してはですね、やはり2018年に都心のオフィスビルの大量供給、こちらを心配するような意見もございまして、そういったものがどのように市場で消化されていくのか、日本非常にこう、各企業とも業績拡大に伴って雇用拡大、そうするとオフィススペースが必要になってくる、こういった比較的こう楽観的なシナリオを書かれておりますけれども、本当にそうなるのかどうか、それもですねその時になってみないと分かりませんし、本当に需給が崩れる可能性もありますので、このあたりもつぶさに見ていく必要があろうかと思います。横田さんはつい先日、欧米各国を、機関投資家20社ぐらい回られて、やっぱりご説明してこられたそうですが、日本のリートに対してはどういう評価でしたか。やはりJリートに関しましては、各国にもリートありますけれども、開示が非常にいいということで、この商品性に関してはですね、心配する向きはあまりないんですけれども、一方で先ほど申し上げました通り、米国の追加利上げの状況がありましたので、こう、瞬間風速的なのかもしれませんけれども、相対的な魅力が少し落ちているかなと、少しこう買うことに関して、様子見というような状況も あるのは確かだと。そのあたりがインデックスとか利回りの今、若干横ばいに入っているようなところがそこに現れているんでしょうかね。分かりました。横田さん、今日もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京証券取引所上場推進部長横田正幸さんにお話を伺いました。